誰が使ってんのこのスキン。ランキング第10位プレデター、見た目が怖すぎる、プレデターの熱狂的ファンしか使ってない。第9位スランバー、なんで布団ぐるぐる巻きなのかわからない、野良でこのスキンと出会ったことある人いる。第8位スパイアアサシン、チャプター2シーズン5で登場してたミニボス、未だに使ってる人いたらなんでか聞きたい。第7位タラーナ、チャプター2シーズン6のバトルパススキンらしい、こんなやついたっけ。第6位パラダイム、わかるけどもこのスキン使ってる人いたらマジで理由を聞きたい。第5位ローニン、チャプター3シーズン1のスキン、いやお前も誰。第4位デーモス、これはフォートナイトクルースキン、見た目が怖すぎる、ガチで使ってる人見たことない。そしてここからは気になる第3位、ここまでで知ってるスキンが一つでもあったあなたはすごいので、マーシーくんのいいねフォローリンクコピーお願いします。それでは第3位いきますよ。第3位ロキ、これもフォートナイトクルー、なんか見た目がゴキちゃんみたい。第2位ギャラクシア、これはフォートナイトクルー最初のスキンである意味レア、でも使ってる人見たことない。そして気になる第1位はコメント欄に書いて。